吉田さん、そして小野沢さん、久保です。小野沢さん、特に今回は動画の方を送っていただきましてありがとうございました。そして前回、思考は現実化するの嘘っていうやつね、それからFacebook のサムネイルですか、さまざま見させていただいて、やっぱり小野沢さんはね、見てくれてるなっていうふうにいつも思ってるんですよ。で、ちょっと前ですけども、私のことをね、動画で取り上げてくださったりとかね、ポイントサイトで何百円儲かったみたいなことを、私は未だに喜んでるみたいなことを動画で話してくださったものとかね、割と見てますんでね、私ね、楽しみにしてますよ。で、その中で本当に小野沢さんとね、吉谷さんっていうのはもう本当に並々なる関係っていうかね、なんか同期というか同志というか、ライバルであり友人であり、でなんか一つね、家族みたいなもんだなと。そしてなんか適度にね、批判を浴びているところも一緒かなというところがあってね、なかなか面白いですよね。良かれと思っていろんなものを広めるけれども、なんか良かった時はあまり褒められずに、悪かった時は怒られるみたいなね、よくあるパターンでございます。まあ、前置きはこの辺にしときまして、思考は現実からするの嘘ね、その点で2点ほどアンチテーゼをいただいたんで、私もね、それ思わないでもないなと思いながら回答させていただきます。まず一番最初に大きな題目としてね、私こういうふうに申し上げたいんですよ。遠くに目標値を何ですかね、目標とする、遠くにゴールを設定したら、あとはひたすら足元を見ろっていうことなんですよね。私はいつもそうなんですよ。自己アフィリートを覚えた時に、これ3年で1億円稼げるぞとかね、月収100万いくぞって本当にビビッと思ったんですよ。思った瞬間、それは遠くの夢なんですよ。1000日後の夢、月収100万とかトータルで1億稼ぐっていうのは3年後、1000日後の夢なんですよ。まあ、すいません、グダグダになっちゃって、それでね、じゃあ今日何やるのっていうところに来たら、自己アフィリエイトを粛々とやる、そして集客して、私の自己アフィリエイトの講義を受けたい人を探すっていうふうな、本当地道な作業なわけなんですよ。そしてその地道な作業は未だにやってます、ね、形は変わってますけども、未だに同じことをやって、結局は私の目の前に来る人からお金をいただくってこと、その行為は変わってないんですよ、ね、速稼塾っていう大層なものを作りましたけども、結局は私の動画を見た人、もしくは私の目の前に姿を現した人から、くまなく漏れなくお金をいくらいただけるかなってことを私は考えてるだけなんですよね。そして多くの方が速稼塾というものに参加していただいたりとか、速稼塾で儲けてくださったりとか、中には速稼塾入ったけどもうまくいかなかったよ、合わなかったよって、そのいろいろあります。でも私が思うのは、月収100万になりたいわけですよ。で、早期にリタイアとかファイアしたいわけですよね。で、できれば1億円とか2億円ポンポンと稼いで、お父さんお母さんに親孝行恩返しをしながら家族を豊かにさせたいわけですよね。それはある意味遠くの夢なんですよ。その遠くの夢をまず考えて思考したら、現実化させるために何をするかって作業なんですけど、それはね、途方もなく地味なんですよ。途方もなく地味で、その作業をやってるときは1億円なんてもうどこに行ったか分かんないような感じです。だって私が自己アフィリエイトをやってね、クレジットカードで5000とか1万円って売り上げを上げてるところに、1億円っていうのは遥か彼方ですからね、1万円の1万倍ですから。だから1日1万円稼いでも1万日かかるわけですよ、1億円稼ぐのに。そう思ったら遠いじゃないですか。だからね、ゴールを遠くに求めたら、あとは足元を見るということに尽きるかなと思います。で、その足元を見ずに遠くばかり見ていると、今自分がやらないこととかできなかったことを自己正当化するんですよ。今は自分は投資をやらないのは、まあこういう勉強してるから、その勉強はなぜなら遠くにこういう目標があるからだよっていうふうになっちゃうんですけどもね。いやいやいや、でもね、1億円を稼ごうと思ったら、私は、まあ、今ね、振り返って計算式を作るとしたら、まず自己アフィリエイトを誰よりも徹底的にやること、自己アフィリエイトから100万200万程度は自分の口座に入金できるぐらいやり込むこと、そういうのがありましたね。自己アフィリエイトをマスターすること。でも自己アフィリエイトをマスターしたからといって1億円とか月収100万にはなると思わなかったです。何が必要か、それはセミナーです、ね、自己アフィリエイトを覚えたけども、プラスそれにセミナーを組み合わせて、自分の自己アフィリエイトを教える人を1対多数にする。この1対多数で繰り返したときに、例えば10人の生徒さんに同時に教えたら、その日の日当は20万になるよねとかね、100人に教えたら200万になるよねってことの繰り返しなんですよね。だから自己アフィリエイトを徹底的にマスターしたら、今度はセミナーを徹底的にやり込んだっていうのがあります。でも多くの人は自己アフィリエイト1つやり込まないんですよ。セミナーだって適当にやって
どっかで辞めるんですよね。それじゃあ、まあ、の目標は遠くにあるままじゃないかなと思います。だからその思考は現実化しないよってことになります。いわゆる武器がない状態ですよね。それじゃダメだなと思います。その他にもありますよ。コンテンツを作る能力を身につけてですね、自分の目の前に来れない人、遠方の人からも売り上げを上げるためにはコンテンツを提供して、その提供したコンテンツから売り上げを上げるってことを日本全国47都道府県に拡散していかないといけないなというところがありましたね。まあ、だから YouTube などのコンテンツをどんどん出しまくることになるわけですよ。で YouTube も他の人が追っつけないぐらいの動画アップロード本数になるわけですよね。だから YouTube もやり込んだと。そして1回商品を購入していただいた方にはさらにもっと高い商品をリピートでお勧めする、この販売経路も作っていったわけですよ。要するにリピート経路の構築ですよね。だからこれも3年後に1億円作ろうと思ったら絶対に必要なスキルなんですよ。ここまで何言いましたっけ。自己アフィリエイトをマスター、それからセミナーをマスター、コンテンツは作れるようになること、 YouTube バンバン作ること、そしてリピートするためのスキルを身につけること、具体的に3年後に1億とか月収100万っていうふうに言ってもですね、このぐらいの要素が絶対に必要なんですよ。だからこれをやっていかないといけない。だからもう日々作業ですよね。日々人と会わずにこもって作業とかね、人に会うときはその人からお金をもらうときです。要するにセミナーをするとき、コンサルをするときに限るんですよ。そのぐらい振り切っていたかなと私は思いますね。じゃないと凡人以下の私がね、多くの人が毎日頑張って額に汗して働いて、それでも定年退職後の退職金2000万がないとかいうところに、それ以上の人生を呼び込もうと思ったら、これ魂を売り渡すぐらい自分はビジネス人間にならないとそれはできないですよね。そういうふうに思いましたんで、私は思考はしましたけども、でも現実化するための作業はもっとしましたからね。多くの方は思考はするけども、でも思考を現実化させるための作業をしてないんじゃないかなというふうに私は思います。これがまあ回答だと思いますね。ちなみにその他私が1億円稼げた前にどんなスキルを身につけたかというと、合宿です。合宿というものを運営できるようになりましたね。20人とか30人の合宿を1泊2日で、例えば費用1人15万とか20万という形で合宿をやるわけですよ。合宿のカリキュラムがどういうものなのか、合宿のセールスはどういうふうにやっているのか、合宿のアフターフォローをどうしているのか、合宿に来た人をどうやって結果を出させるためのそれこそフォローアップセミナーをさらに、アップセルで設けるか、様々ですよね。これもだから合宿という、販売手法をマスターしなければ1億円にいかないってことだと思います。そしてね、1万円売るために1万円のスキル、10万円売るためには10万円のスキル、100万円のものを売るためには100万円のスキルがいりますし、私は1000万円のものまで売ったことがありますけども、そのためにはやっぱりプロダクトローンチを何ヶ月もかけてっていうところから始まりますんで、やっぱりプロダクトローンチとかね、動画編集のスキルも必要になってきますよね。そして私から私の商品を買う人っていうのは、私からすでに商品を買った速稼塾の他の塾生さん見てますから、じゃあ塾生さんにどんなサポートを何年間してきたっていうのも、これは1000万円の商品を売るときに絶対不可欠なものになるんですよ。去年まで存在しなかったポッドでの人間の商品、やっぱり1000万とかだったら買わないですからね。100万も買わないと思います。でも速稼塾でいい思いをしたっていう証言を対談でいっぱい取りながら、その対談動画の向こうに100万円という商品があったらどうでしょうか。少しは買うような気持ちになるんじゃないかなと思ってたんですよ。かくもね、私はその1億円を適当に、自己アフィリエイトやったらいったみたいな、そういう言い方しますけども、はっきり言って緻密にやらないと1億円ですからね。人生や命を左右するための金額ですよ。だから1000円とか2000円とわけが違うんで、それこそ1億円を短期間で稼ごうと思ったらね、やっぱり全てを緻密に、そして力強く繰り返し、挫折なく、批判を浴びても恐れずに、さまざまな要素が必要になってくるかなと思います。だから思考してるだけでは当然ダメですよね。そういう意味では思考は現実化するという言葉だけではくくれないんで、思考は現実化する、その現実化するための作業をどのぐらいするか、ね、これは思考ではなくて自分の手や足を動かして、腰を曲げて、地を張ってやる作業なんですよね。これを多くの方はやってないんじゃないかなと思ったんですよ。眠いとか時間がないとか疲れたとかね、それはね、やらなければ一生眠くなりますよ。一生何も結果が出ないしね。それこそ3年で1億稼いだってのは、私はね、誰に言ってもびっくりすることだと思いますよ。年間で3、4千万を稼ぐわけですから、しかも一人でですからね。どっかの株式会社の重役になったわけでも何でもないわけですから、日産の役員になったわけでも何でもないですからね、だからでもそれが普通の人ができると、麻雀店ごときができるってことなんですよね。さあ、その他ね、確かに小野里さんが言うように、月収100万とかなんか1億稼ぐみたいなことを、ついつい私は発想しますけども、じゃあ一体月収100万になったらどんな暮らしが待ってるのかな、何を食べるのかな、どんなものを着るのかなってことはわからないですよね。それ具体性がないんですよね。でも心配ないんですよ、これは。
月収はいきなり100万にはなりませんので、2、30万っていうところからなんか4、50万になって7、80万になって100万になりますから、それに応じた新しいね人付き合いっていうものが開かれると思うんですよ。で、私は小野沢さんにお会いした時は当然ですけど、まだ全然稼いでなかったんですけども、小野沢さんすでに転売で、もう結果を出していらっしゃったというところがあります。その他の方も結果を出していらっしゃる方に何人かお会いして一緒にビールを飲んだことは今でも覚えてますけども、それが私の年収が上がるきっかけだったんですよ。あ、目の前にいる人は月収で2、300万の人なんだなと思えば、そういう方がどんなね気持ちで暮らしているかってことを、まあ、対談というかね、お話しする中で知ることができたんですよね。その結果はあんまり変わらないってことです。だから月収20万30万も月収200万300万も大差ないぞこれってことなんですよ。何か大それたことをやっていたりとか、ね、秘密の情報を持ってるとか考えられないような努力をしてるってことではないんですよ。本当にね、なんかのほほんとした気持ちを抜くだけで月収は10倍になりますね。私はそういうふうに自分の体験から思いましたし、とりわけ月収2、300万の人がね、それほどまで能力優れた人かなと思ったらそうでもないです。私自分のことを思っても、いや、これは大して能力優れてないぞとなんか別の要素だなこれはと思いましたね。まあ、むしろね、自分が優れてないと思うから、じゃあ力をつけないとなと思ってめちゃくちゃやるわけですよ。ある意味慢心してる人は地道な作業をするってことをもうね回避しますよね。何様のつもりかわからないですけど、だそういうところがあるんじゃないかなと思いますよね。あとやっぱね、イメージできないでしょうね、成功のモデルっていうのが。成功のモデルいちいちイメージしなくてもいいと思うんですけどね。そんなものイメージする前に、今日の売り上げ10万どうやって立てようかなとか、商品1万円のものを10人に売れるかなとかね、売るべき10人っていうのがリストアップできるかなっていうところ、まあそういうふうにもっともっと細かいところで多くの人はつまずいてるんじゃないかなと思います。さあ、そして徐々にね、動画のまとめに入っていきますけども、出世してお金を稼いで豊かになって一体どうしたいんですかっていうふうに私はサラリーマンの時に聞かれたことがあります、上司の方にね。そして私はね、こう答えたんですよ。いや、それはね、部長、当時部長って呼んでました、次長か、次長にそういうこと言われたんで次長って言ったんですよ。それはね、次長、自由にいろいろ何でもしたいじゃないですかって答えたんですよ。当たり前じゃないですか、金持ちになりたい、出世したいって。当たり前ですよ、次長、自由に何でもできるようになりたいじゃないですかって言ったんですよ。当然多くの方もそう言うでしょ。そしたら次の質問に私は絶句したんですよ。何かっていうと、久保君の言う自由って何、具体的に教えてって言ったら、そりゃなんか好きなものを食べていろいろ旅行もして、なんですよね、私が口にした自由に生きたいっていう言葉を分解してみると、なんかね、自由が何なのかすら分かんない自分がいたんですよそこでね、私は絶句して愕然としました。あ、俺は知らないなと。稼いだらどういうことになるのか、自由ってのは何なのか、そしておそらくその次長ってのは私の、当然ですけども、年収の何倍もあったと思います。700、800万とか年収あったんじゃないですかね。その方ですら毎日私たちと同じように働いて自由にはなってない、これは何なんだろうかと思ったんですよ。貯金がいくらあろうとも、株式がいくらあろうとも、証券がいくらあろうとも自由になってないな。だからそういうところじゃないんだなと思ったんですよね。だからこの質問はね、逆に小野崎さんにも聞いてみたいんですけども、その吉谷さんにも聞いてみたいんですけども、自由に生きるって何だいって聞かれた時に、その自由って何ですかって聞かれた時に、こういうことが自由ですって、やっぱね、今なら答えられるかもしれませんけど、どうですかね、ちょっとこれはね、お題を出したいですね、小野崎さんと吉谷さんに。自由に生きるってどういうことなのみたいな。まあ、私は暇であることなんですけどね、自由っていうのは暇であること、24時間暇であること、強いて言えば2つ目、選択肢が多いこと、ね、選択肢が1つだと自由ではないかな、選択肢が1万だと自由かなみたいなね、相対的な選択肢の多さ少なさが、まあ主観的に見て自由と言える環境なんじゃないかなと思いますけどね。まあそんな感じですかね。思考は現実化するとは言いますけども、現実化させるための作業を多くの方はしてないから、ただ考えてるだけ。それを私はぼーっとしてるって言います。ぼーっとしてれば、あっという間に10年20年50代60代になって、もう何か自分の人生を大きく変える意欲すら湧かなくなってくる。吉見は変えたとしても残りの人生あと10年みたいな感じで、変えるほどの効果はないみたいなね、そんな袋小路に入ってしまうんではないかなと思います。思考は現実化するね。思考は現実化
しないよ、やらないんだもん、ね、思考ってのは結局自分はどっちの方向に向かって舵を取ったかってことなんですよね。あとはオールを漕ぐ作業ってのが待ってます。ほとんどの人はオールを漕ぎません。強い風が吹いてくれることを待ってるんですよ、ね、強い風が吹くこともあるでしょうけども、逆風でもっと悪い状態になることの方が多いんじゃないかなと。そして行く末はナイアガラの滝壺に落ちて一巻の終わりということじゃないかなと思うんですけどね、ということで今回は吉谷さんと小野沢さんに同時に動画を撮らせていただきました。また会いたいですね。じゃあその時までいってらっしゃい。